お兄ちゃん、ほら操られてるだけやけん、やっつけちゃいかんよ。世界的な大富豪、手元に所持している額が10万ゴールド以上となったものに贈られる称号。なんかのんきか。助けてー助けてー、行ける場所がない。せっかくなんか行く場所開けたと思ったのにさ、結局なんか全然なんやけど。はい、戻ってくる。どういうこと、マジで、マジで。じゃ、こっから上がっ、ここ多分行ったことないとこ。どうなんやろ。あー、なんか多分来たことない。来たわ、ここやんここやん、思いっきり来たわ。で、ここが開かんやつやったっけ。扉、固く閉ざされている。この扉はどうやっても開かないようだ。どうやっても？どういうこと？そんなとこあります？あ、でもここは来たことないとこってことかな、じゃあ。いや、猫のとこですけど。めっちゃ普通に猫のとこなんだけど。うわー、迷子だー。あー、もうめっちゃ迷子だー。何？ちょっと何なの？わけがわからない。もう完璧なる迷子だ。つらーい。つらすぎるー。で、ここ開かんとこやろ？ほらほら。ほらほら。何？いけないんだけど。どこにもいけないんだけど、何これ。別の入り口があったりとかしますか？この奥進んでって、これさっきのおばあちゃんのところやろ？で、おばあちゃんのとこで、ここは開かんのよね。ああっ！あ、ここか、もしかして。あ、ここ来てないところやね。多分。多分。あ、来てない、来てない、来てない。あ、来てない。なんか、スロットいっぱいあった。これは、町の人たち。なに、めっちゃ近づいてくるやん。そんなことない？なんか見た目ちょっとかわいいね。とりあえずこっち行って、あ、宝箱。はい。これの向こう側がさっきの場所かな。お、なんとええな、レシピブック、紙を飾る黄金を見つけた。やったー、金のサークレット。やったね。はい、通ります。内側から鍵を開けた。あ、これさっきのところやね。宝箱のとこ。あ、なるほど、ここか。ってことは、また別の方向に行かんといかんわけやね、これから。こっちは行けんくって。はい、こっち。で？どこだ？あ、ここの階段を。どれ？これ？これを下がっていけばいいんかな。はい、ここを降りると、あ、また来たことない場所に来たね。ここは開くんかな。あ、開く開く。ふう、やっと道が開けていく。はい、そして、この先へ、ゴールドマンや、ゴールドマン。ゴールドマンが大量に、うさぎ。ここも開くかな。あ、内側から鍵を開けた。これはどこだい？あ、これ入り口のところやね。なるほど。とりあえずじゃあこっち戻って、こっちの階段上がっていけばいいかな。どこに行ったんか、どこを通ってどこを通ってないんかが全くわからんくなってくる。ってことはこの辺のもなんか、敵な可能性とかあるのかな。なんか風のコインどんどん増えていきようやけど。50枚やって、50枚やば。あ、こっちに来たんか。こっち来たっけん。ん？いける？あ、いけるいけるいける。またこっちの方向やね。ちょっとなんか隠された感じの道の方が多分正解。なんだなんだお前ら。はい、カジノコイン100枚。めっちゃ集まるカジノコイン。これ1枚？しょぼ。はい、50枚。そして、もうびっくりした。めっちゃびっくりした今。
ああ、もうなんか町の荒くれ者まであんな感じになってしまってかわいそうに。さあこの先、はい、お、この端っこのはそうかなと思ったけど違ったはい、大丈夫。200枚やってやっば。やったね、もうガッポガッポ。儲かりすぎるわ。あとは。でもなんかもうどんどんいい感じに進んできたね。こっち側は行き止まりか。なるほどね。ってことは、こっち側に行きますかね。はい、ここを下っていく。てかもうなんかほんとさ、入り組みすぎやろ。びっくりするぐらい、いや、なにびっくりするやん、やめてよ。びっくりするぐらい入り組んどんやけど。はい、こっち。おぉ、びっくりした。お、ここさっき来たところの中やね。じゃあちょっとこの、はい。金塊、やった宝箱の中身も豪華やわ。ザックザック。金塊ゲットー。お宝や、お宝。え？何？閉ざされてんだけど。どうやっても開かない扉はどうしたらいいんだ？わからないぞ。そしてこれは恋人同士かもしや。リア充してるところをやられたんだね。それはしょうがない。それはしょうがないよ。そういうこともあるよね。何君たち？一旦上に。隠れてたの？もしかして。じゃあちょっとこっち戻って、まだ行ってないとこ。なになになに？めっちゃびっくりしたんやけど、落ちた。あ、ここに戻ってきたの？なるほど。え、ビビるー。でもすぐそこやったね。さあ、じゃあとりあえず、どこだ？こっちか。はい、戻っていきまーす。さあ、こっち戻ってきて、さっき、ここが崩れたんやね。やば！こっち側は大丈夫やろ？じゃあちょっとこっち、はい、ここまだ行ってないところやね。行きましょう、行きましょう。これは何なんやろ？一番上がゴールなんかな？そういうのもちょっとよくわからんけんさ。お、賢者の聖水4つ。よき。あ、ここか？おー、やったー、たどり着いたー。あ、え？金じゃない。普通に元に戻っとるやん。え？ボス？え、まさかの？そういう感じ？全然囚われてないやん。真のボスやん。マヤ。マヤ。ダサくて貧乏臭い名前。今はキラゴルドって呼んでよ、クソ兄貴。こいつが。マヤ、まさかお前が。そうだよ。黄金病をまき散らしてるのも、人間どもから宝を徴収してるのも、全部この俺、キラゴルド様の仕業さ。助けに来たのに。緊張しちゃって。そんなにビビるのよ、クソ兄貴。けなげな妹らしく、これでも気を使ったんだぜ。おとなしく黄金兵どもに捕まってれば、ペットにして死にたくなるほど可愛がってやろうと思ったのに。最悪やん。お前が俺を恨むのはわかる。俺のことなら好きにすればいい。だがなぜこんな。は、めんどくさいやつ。まあいいや、特別に教えてあげる。胎児が落ちたあの日、俺の目に起こった魔王の奇跡ってやつを。あの日になんかあったんや。この時に復活したってこと？お？え？中から。哀れな者よ。貧しさに苦しめられ、愚かな人間どもに虐げられ、挙句兄にまで見捨てられたか。見捨てたんじゃないよ。だが貴様の中に渦巻く欲望と絶望と孤独こそ、この闇が支配する世界にはふさわしい。我が名は魔王ウルノーガ。この新たなるロトゼタシアの支配者が、貴様にたわむれの力を授けてくれよ。
これってこの状態でも意識はずっとあるんかな。やとしたら気がおかしくなりそうやね。うわー、そういうところにつけ込んだわけだね。つらー。うわー、もう悪に支配されて操られるってことかな、要は。じゃないとつらすぎる。あー、すべてが金に。ほら、絶対あれさっき。ほら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 、みんな飾られとったやつらや。うわー。そこに多分、あとウサギとか猫も追加されるはず。魔王を売るのが、あんなクソ野郎が。クソなのはそっちだろ。この世界に誰も。兄貴でさえ結局俺を助けてくれなかった。でもいいんだ。ウルノーゴ様のおかげで俺はこうして復活できた。今や黄金化の力も思いのままさ。あのバイキングでも手駒に変えたように、今度は俺がこの力で世界中の奴らをこき使ってやるんだ。やっぱり黄金兵どもはお前が、それがお前に今の望みなのか。魔王の配下になってそんなことが。今更説教しようっての？ほんとバカなクソ兄貴。あー、黄金化するよ、大丈夫。いやでもさ、だってさ、助けてって言ったところでさ、あの場ですぐに助けれるような力は神にはないでしょ。え？これマヤ？可愛さのかけらもない。これは元に戻るんかな。この5年間ずっと考えていたんだ。俺が生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも全ての原因は俺にある。ならここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。クソ兄貴と雑魚勇者どもが偉そうに正義のヒーロー気取り。俺さえ救ってくれなかった奴らが今更。ああ、うざい、超うざい。クソクソクソ、バカな兄貴も勇者もみんなみんな黄金にしてやるよ。ってことは、まああれやね、これ多分生きて仲良く一緒にみたいなことは多分無理やと思うけん、でもここで妹を殺すっていうことになるんやろうね。つらい、つらすぎる。そしてあんなことをいろいろ言っておいて戦闘に神はいない。やばいよ、強いよ。え、何、仲間。やめてやめてやめて、やめてよ、マジか。うわ、しかも弾かれるし。多分この子は倒せんのやと思うよね。倒せるんかな。だってあまりにもダメージを与えれんすぎないよね、他の子たち、他のやつらもさ。で、向こうもまあ普通に強いし、とりあえずこっちを強化しまくる。ほら、16とか17しか効かんしさ、物理攻撃やったらほんと1とか2とかやん。やばすぎる、やばすぎる。絶対やっつけれんやつ。それか体力が恐ろしく少ないかのどっちかよね。黄金やけん強いとかそういうのなんかな。お、攻撃力下げてくれてありがとう。あ、でも結構ダメージ与えた。え、ってことは普通に倒せるの？それはそれで嫌なんだけど。お、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 いいぞ。いいぞ、いいぞ。え、なんか、急激に効くようになったね。何、何があったの？え、さっきまで全然効かなかったのに、急に普通に効くようになった。ってことは、あー、おじいちゃん。おじいちゃん。ってことより多分普通に倒せてしまうってことやねん。え、じゃあ頑張らないといけないか。怖いよ、怖いよ。お、ザオリック。よし、いいぞいいぞ。やめてやめて。しかしなんかこの狂い咲きさ、基本的になんかグレイグにめっちゃ攻撃が当たりよるような気がするな。気のせいなんかな。なんか恨みがあるんかな。
ステフォイム。さ、これで結構みんな元通りになってきたんじゃない？でも MP がだいぶ消費が激しい。だから早くやられてくれ。お金の塊に。お願いだから溶けてくれ。早く溶けてくれ。ほら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 、金の塊に。今のところシルビアさんとノージーちゃんが、あ、大丈夫な感じ。呼びすぎ、仲間呼びすぎよ。やばい。しかも呼んでも一人ずつしか来てくれんっていう、ちょっと寂しい感じ。はい、私メガみたいなのはおらんわけやね。頑張れ。でもそっちじゃなくってね、あっちを攻撃してほしかったかな。そこなんか延々続きがするけんさ。で、そんな感じするよね。確かに攻撃してきたらちょっとうざいなって思うかもやけど、今はとりあえず。いやー、頑張れよ。はい、とりあえず周りのやつ一人片付けた。シルビアさんの体力がちょっと、お、解き放つの早いね。仲間呼び。どこにいても駆けつける。まさかのアリスちゃんまで。やばいやばいやばい。弱いな。いや弱いけど、でもまあまあ普通に会心の一撃2回とかやった時と同じぐらいのダメージはあるんか、総合した結果。なんかいろいろと虫に取られそう。気をつけて。頑張るんだ。頑張るんだ。くっ、ダメージを与えられない。どうよ。お、これいけたんじゃない？え、どう？やったー。やったー、キラゴルドやっつけたー。ふぅ、ちょっともう延々にやっつけれるんじゃないかっていう錯覚すらしたよ。はい、ローレベル53に上がった。メガンテの呪文覚えた？でもメガンテって爆発系よね。マルティナレベル45に上がった。5ポイントのスキルポイント獲得。カビレベル48。良き。お、大海賊の帽子を見つけた。そして金の鉱石もちゃっかりもらって帰る。さあほら、妹よ、反省するがいいさ。大丈夫か。お、消えた？あ、違う、空中に。お、え、怖い、なんか。なんだなんだなんだ、めっちゃうねうねなりようやけど。そうやってさ、自分の思い通りにいかんかったけんって。あゆな、カミュ、いかん、完全に力が暴走しておる。このままでは黄金病の霊がとどまることなく広がりかねんぞ。自分の思い通りにならんけんって、そういうのはよろしくないと思うよ私は。ほら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 、これ以上俺のせいでお前に罪を背負わせるわけにはいかない。マヤ、お前は俺が。でもこれ確実に、お、神、お兄ちゃん、ほら、操られてるだけやけん、やっつけちゃいかんよ。世界的な大富豪、手元に所持している額が10万ゴールド以上となったものに贈られる称号。のんきか。神は悲痛な面持ちで武器を構えている。どうやら暴走するキラゴルドに対しとどめが刺すべく駆け出そうとしているようだ。神を止めます、止めますよ。そりゃ妹を殺しちゃダメ。
はい、来た。あゆな。お兄ちゃん。あの日の妹と被るね。成長も別にしてないんかな。二人とも変わってない。すまない。やっぱり俺はマヤを助けたい。あいつは俺の妹なんだ。わかってるよ。だから止めたんだ。強い。お、届くか。今度こそ届くか。バリア。離れろ。このままじゃ兄貴が。あ、黄金に。おお。ああ、でもなりうるなりうる。触っとるけんってこと？ごめんな、マヤ。兄貴と一緒にいたい。喧嘩して笑って、また喧嘩して。そんなろくでもない毎日に比べたら、貧しいなんて何でもない。寒いのもひもじいのも我慢できる。だから、黄金なんてもういらない。それが、呪いを解くための、条件？本当の幸せに気づくことみたいな。やだしたらそんなに悪い代物でもなかったっていう。いしし、まったくバカ兄貴のせいでまた貧乏に逆戻りだ。あ、え、これはどうなったの？大丈夫なの？え、寝てる？寝てるの？っぽいね。よかったー。オーブ？これからはこの妹も一緒についてくるんかな、冒険に。よかったー、寝よるだけっぽい。人知を超えた力を使った反動ですね。完全に体力回復するまではしばらく目を覚ますことはないでしょう。ですが命に別状はありません。いずれ必ず意識を取り戻しますよ。うん。私もアイコンタクトで。さあ、これで町の人たちも元に戻ったわけだね。よかったー。あいな、世話かけたな。さっきキラゴルドを倒した時に手に入れたこのオーブはお前に渡しておくぜ。ありがとう。アユナはイエローオーブを受け取った。伝説の勇者伝説の勇者じゃない伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前に食材も果たされるだろう。予言は本当だったってことか。さて、行こうぜ、アイナ。マヤはここに預けておけば、ひとまず安心だ。あいつのためにも、俺は新たな旅に出る。そう、お前と一緒に魔王を倒すためにな。まあ、また冒険途中で寄ればいい感じかな。よろしく頼むぜ、相棒。妹のマヤを救ったことで、神のスキルパネルが新たに解放された。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、この国にも活気が戻ってよかった。てか次の場所のヒント何も言ってなかったけど、まあ、そのうちまたあるんかな。